断の時は来た。前に進もう。分かった。律者の体は随分と頑丈なんだな。これであんたの崩壊エネルギーを使えない。平等な条件で私と戦える自信あるの？お前に平等など永遠に訪れない。狩猟開始。あんたたち、ここで一体何をしたいの？お前の質問に答える義理はない。ジャッカル、片付いた。予想通りだ。対処法を見誤らなければ律者も倒せない化け物ではない。渡りガラス、彼女を実験室に連れてこい。コウコの憂いは早々に積むのをおすすめするが、今殺したらもったいない。律者だぞ。生きている律者だ。今すぐにでも彼女を解剖したいくらいだ。狂ってやがる。そいつは私が連れていく。残った者は仕事を再開しろ。あらあら、少し遅れている間に倒されてしまっているなんて。でも悪いことばかりでもありません。少なくとも血清ガスには解毒剤があることが分かりました。それではもう少し耐えてくださいね、キアナさん。何せこの意地悪なメイドをあなたは顎で使ったのですから。目には目をということにいたしましょう。ひとまず今は支援が早く到着することを祈るばかりです。どうやら警備がかなり厳重になってきたようですね。副隊長、ディランダル様からまだ返答はありませんが、本当に続行しますか？あの部下として勝手な行動は慎むべきかと。この前の行動の時点でだってリタさんは不利な状況に陥っていました。そして力を失ったまま一人で任務を遂行するのはあまりにも無謀ですよ。アルビトルさんの言う通りですね。指揮の失策、判断ミス、
そのせいで部隊に損失を与えました。リーダーとして私は全責任を背負うべきです。でも作戦が終わるまでここにいる私にはヨルムンガンドの計画を止める責任があります。計画を止めるですか？デュランダル様が到着すれば速やかに勝利を手にすることは確かです。ですが万が一デュランダル様がここに来られなかったら、もしくは彼女がここに来る前にヨルムンガンドがすでに計画を完了させたら、そうしたらこの都市はどうなりますか？勝利というものが数えきれないほどの人々を犠牲にして、その屍に埋め尽くされた場所で敵を倒すことなら、そんな勝利バルキリーとしていりません。ですのでデュランダル様からのご返信があるまで私も何かしないといけません。これは私が自分に与えた指示、私一人の任務です。感激しました。それほどまでの考えに及びませんでした。お許しを副隊長。でもくれぐれもお気をつけください。今の副隊長は一般人よりも少し強いだけの状態ですから。アルビトルさん、バルキリーの戦いは何も崩壊エネルギーに頼るばかりではありませんよ。今まで受けてきた訓練は私の体に刻まれています。一日も忘れたことはありません。ご用でしょうか？副隊長、英鉄装甲の調整が完了しました。まだ崩壊エネルギーは使えませんが、限られた時間の中でなら今まで通り機能します。ありがとうございます、アルビトルさん。では例の解毒薬から。艦長様、お茶などはいかがですか？その先が研究所です。手がかりはその研究所から入手できる可能性。待ってください。エオス号の残骸がすでにバラバラにされ運ばれたのでしょう。嫌な予感がしますね。兄の夢を見た。彼と別れたその日の夢を。破壊は突如訪れ、私たちは故郷を離れるほかなかった。食料、薬、水、何もない環境で人々は物資をめぐって狂い、殺し合いをする。災害から逃げ延びる道中でたくさんの人が死んでいった。私も生き残れるなんて思わなかった。あの男が私たちの前に現れるまでは。お願いだ、アリも一緒に連れてってくれ。君はまだ若いから理解できないかもしれないが、よく聞いてほしい。白化に祝福されし少女よ、命というのは高く脆いものだ。人が生き残るには無数の命が犠牲になる必要がある。牛羊からその血肉をいただき、稲穂からその種をいただき、木々から薪と果実をいただく。無数の破滅が一つの命になる。その代価は極めて高い。この困窮した時代ではそのような犠牲を許される価値のある人間だけが生き残れるんだ。
残念ながら君のお兄さんにはその価値がない。お兄さんの言葉を受け入れるべきだ。君が生き残るために犠牲になった者たちの代わりに勇敢に生きるんだよ。君の価値を見せてやるんだ。彼は私を連れて、私を守り、私を訓練した。しかし今になっても兄の夢を見ることが怖い。ちゃんと生きているかと兄に聞かれるのが怖い。どうだ、そろそろ回復しただろう。自分のことを誇らしいと思ったか。あんたは空の律者を倒した。ヨルムンガンドの意志は止められないことを証明したんだ。同時に崩壊が律者に破壊的な力を与えても、そいつらは血と肉でできた体にしか過ぎないという私の結論を証明した。ジャッカル、お前何をしているのか分かっているんだろうな。分かっているさ。組織が設立されてから生きている律者どころか律者の研究サンプルすら入手できたことはない。彼女に対する研究は崩壊の本質を理解するのに飛躍的な結果をもたらす。その研究とやらで崩壊により死んでいった人を生き返らせることはできるのか。我々研究者にとってこの機械が何を意味するのかあんたには理解できまい。敵を理解できなければ敵に勝つチャンスは永遠に来ない。それがあんたにどれほどの苦しみを与えたとしても、それを受け入れその正体をはっきりさせ倒す機会を探るのだ。それができなければあんたが今まで経験した苦しみは無駄になる。それに個人の苦しみも失敗も所詮数十億分の一という微々たるものに過ぎない。治療が必要な苦しみは一つだけ。それは全人類共通の運命、崩壊がもたらした苦しみだ。だから今は自分の仕事をするがいい。空の律者はお前の手元にある。起動のスイッチもすでに用意できた。今となっては誰にも計画の邪魔などできないさ。スイッチを押そう。2時間後天球史の人々は神聖を迎える。前に入手したデータによりますと、このエリアは工業エリアの薬物研究所になりますね。うまくいけばこの中に解毒剤の手がかりがあるはずです。もしもの話ですが、副隊長が敵に見つかってしまいましたら、英鉄利用券の自動モードをオンにしてください。危ない時にフォローしてくれます。アルビトルさん、少しは私を信じてくださる？キーワード HSN-B46、保管場所はここですね。やはり厳重に守られています。メイさん、お久しぶりですね。あの人を通じてあなたが送ったメッセージを受け取りました。どうやら幸運の女神はまだこちらにいるようですね。私が期待していた支援が到着しました。テスラ博士はご一緒ではないのですか？あなたのメッセージを受け取って最悪の事態を想定してきました。今回あなたの悪巧みじゃないことを何をもって私は信じればいいのですか？
刀が首に当てられているとき、嘘は賢明な選択ではありません。周りを見てみるとわかると思います。ここには待ち伏せなどいませんし、今の私はメイさんに反撃する力もありません。取引をしていただきたいだけです。あなたが解毒剤を探してくれましたら、キアナさんの居場所を教えて差し上げます。ここでは私たちは同じ戦線に立っています。利害が一致したようですね。ではよろしくお願いしますね、メイさん。了解です、艦長。セッヘッケッセッセアセッヘッケッセッヘッケッセッヘッケッセッセッセッヘッケッセッヘッケッセッヘッケッセッセッヘッケッセッセッヘッケッ手段を選ばない。セッヘッケッセッセッセッヘッケッセッセアセッ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 ヘッケッ。約束したことはもう果たしました。次はあなたが約束を果たす番です。この工業エリアの管理棟底部の奥にヨルムンガンドの実験室があります。そこでは崩壊関連の実験がいろいろと行われていました。キアナさんが監禁されている場所はおそらくそこだと思います。地図と行動ルートをお渡しします。これはどういう意味です？リタさん、もう一つ欲しいものがあります。あの目、ハイヘビの目が欲しいです。仰せのままに。これであの子は最後の自由を手に入れられる。はあ、メイさん、これ以上遅れますとキアナさんがあの実験室で辛い思いをするかもしれませんよ。ではこれにてお別れといたしましょう。次に会うときはその刀が私の首筋に当たることがないよう願っております。解毒剤の件はこれで一段落ですね。次はエオス号が一体どこに隠されたのか調べましょうか。キアナ、キアナ・カスラナ、目を覚ませ。お前はほんの1秒にも満たない時間しか気絶しなかった。お前の体は奇跡の塊のようだ。どんな苦しみを与えても元に戻る。
まだ話せるか。あんたたちの実験、研究室での実験はどれくらいの人が生き残れるの？数は気になるのか。空の律者にとって死亡者の数など晩餐の後の食卓にあるパンくずのように意味がないと思っていた。答えが分かったら教えよう。その時まだ私の声が届けばの話だが、次の項目、律者コアと身体組織の接続反応。細胞組織の崩壊エネルギー耐性には驚いたよ。崩壊エネルギー溶液を注入したら精魂が輝き始めた。ああ、なんて美しい刻印だ。孫主が約束してくれた未来に自信が湧いてきたぞ。精魂といえば、あんたたちが天命のワクチンを盗んでバルキリーの敵になっていろいろしたのに、ゾンビの他にこの都市で成功を持つ人間を一人も見なかった。あんたの計算はきっと間違ってる。実験サンプルに対し専門的な問題について討論するつもりはない。だって馬鹿げているだろう。数式の小数点を間違えてるかもしれない。私もテストの時によく。お前は運に恵まれた虫けらだ。神のような力を手に入れればこの世の全てに口出しできるとでも思っているのか。人類の運命を変えられる素晴らしい知識だ。そのようないい加減な比喩でこの深刻な話を愚弄するのは許さない。ワクチンの改造もどれほどの崩壊エネルギーを使えばこの都市にいる人々の精魂を完全活性化できるかも。それらの鍵となる知識は私のような非凡なる才能の持ち主以外に理解できまい。崩壊エネルギーはどこに放たれる？都市の中心？それとも郊外？質問が多すぎる。テストを飛ばして解剖を始めるとするか。はあ、たったこれっぽっちの答えのために無駄な時間を費やしちゃったよ。いいや、どうせこれ以上情報は得られないだろうし。ありえない。どういうことだ。だって叫び声と嘘泣きは女の子の必須スキルでしょ。あんたのテストも言うほど痛くなかったし。覚えておいて、今日私が壊すのはこのガラスだけじゃない。あんたたちの成婚計画もだ。ふっ、あんたは まずは自分の犬頭に気をつけなさい。